ちは、こんばんは、梅チャンネルの梅です。とうとう背景がこんなになりました。どこをバックに撮っていいかちょっとわからないんで、和ダンスを背にしてます。和ダンスって言っても着物は一枚も入ってませんけどね。めっちゃ重たいんですよ、この和ダンスが。ちょっとね、カーペット敷くのにのけようと思ったんですけど、もうのけきれずに、カーペットがぐにょってなってしまったっていう。今日はね、何をやっていこうかと言いますか、私が選ぶ関ジャニソングベスト5です。といっても選んだのは7人で歌ってる曲から選びました。猫ちゃんもいますよ。何で逃げんの。ということで早速やってみたいと思います。第5位、浮世踊り人ですね。これは 何あれ、シングルのカップリングですね。何やったかな、ファンファンファンだったかな。カップリング曲で、これを結構ダンス曲じゃないけどテンポがいいくって、ちょっと変わった曲ですね。うん、この題名がしてるの何やって感じですけどね。でもすごい好きですね。聞いてたらこうおーってな、おおなるみたいな曲ですね。そして第4位は青写真。これもカップリング曲ですね。ライフのカップリング曲やったかなですね。これはもう私が選んでるので、こう大体スバルの声がいいっていう歌スバルが いっぱい歌ってる歌なんですけど、これもすごいね、優しく歌われてて、なんかすごいいいんですよね。ノスタルジーっていうか、そんな感じの。あれ、バラードとまではいかへんかな、バラードなのかなですね。でもね、人気ある曲だと思います。ほんで、次第3位何しようか。第3位は、大阪ロマネスク。これはね、もう、ファンの人気ナンバーワン曲なんですけど、やっぱりね、昔から、2枚目の、大阪レイニーブルースの2枚目のシングルの、両 A 面みたいな感じだったのかな。でもすごい大阪がこう舞台で、すごくいい歌です。なんかね、切ない歌なんですけど。ねえ。このね、最初スバルのソロから始まるんですよね。ちょっとスバル中心に私いつも見てるんでこんな感じになってしまうんですけど、で第2位、乾いた花、ご存知でしょうか。これはファブルっていうアルバムに入ってた曲ですね。これもスバルのソロから始まります。ほんでこのテンポのいい曲ですね。なんかね、ツイッターかなんかでいい曲やなみたいな、私がこう書き込んだんですよ。ほんで私に返事だったんか、誰か違う人に返事だったんか忘れてたんですけど、作者のポダマックスさんが
これ自分たちが昔歌ってた曲やっていうことで、ね、それをまあ提供されて歌ったんですよね、関ジャニが。ね、ほんでこの曲は昴と村上くんがデュエットでもバラードにしてデュエットで歌ってるんですね。それもまあいいんですけどね、ピアノ、村上くんがピアノ弾いて歌うっていうのがあったんですけど、これもノリのいい曲ですね、すごく。スバルを堪能できる曲です。はい。そして第1位、365日家族でございます。これはもうシングルの曲でございます。まあ、なんで、息子と母親のことを書いた曲なんですけど、なんやろ、なんか好きなんですよね、なんか。もちろん、スバルのソロのとこも、ソロもありますけども、なんかこう、いいなぁと思って。なんかこの題名がすごい好きですね、365日家族って。これもバラードになるのかな。いい曲です。できればベストとかで聴いてもらったら 嬉しいんだと思うんですけど。ビデオもね、これもビデオ、これはシングルなんで、ミュージックビデオ、ミュージックフリップがつくんですけど、それもやっぱりこうお父さんじゃお母さんと息子のこうちょっとすれ違いがあったりしながらも、こう幸せな感じの風景が続いていくっていう感じで、私は好きですね。こんな感じでしょうか。他にね、まだいっぱいあるんですけどね、赤い蜃気楼とかも好きやし、スペアキーも好きやし、私パズルでね、アルバムのパズルで好きな曲がすごい多いんですよね。他にもね、2枚目のアルバムの「大阪レイニーブルース」も好きやし、まだね、こう言ってたいろいろな曲が思い浮かんでくるきて、順位これでいいかなって感じなんですけど、とりあえず今の私の順位はこれになります。7人バージョンでね。になります。皆さんはどの曲がお好きでしょうか。また教えていただければ幸いでございます。はい、では最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。関ジャニファン、スバルファンの皆様、よろしくお願いします。ということで、次の動画まで。バイバイ。